こんにちは、体の硬い人のためのパーソナルヨガスタジオ、頑張るジムの関田です。で、今日の内容です。今日は、YouTube のコメント欄で、質問をいただいて、ヨガを、もう8年、やってる方らしいんですけど、未だにどうやらシャバーサナで、なんか深く沈む感覚っていうのが、体験できないということでした。ご本人のお話だ と、腰痛で反り腰したのが原因じゃないかなということだったので、その辺の改善方法とか考え方についてお話ししていきます。このチャンネルでは、普通のグループレッスンではなかなか聞けないような、細かい体の使い方や、ヨガの、ちょっと深い、興味深い話についてお話ししていきたいと思っております。じゃあ最初にちょっと長くなるかもしれないんですけど、シャバーサナについて、お話ししていきます。そもそもヨガのポーズなんでするかといったら、もともと本当根本的には、瞑想のためにします。瞑想をするときに本当は、自分の思考に焦点を当てて、さらにはこの焦点を当てたことすらこう溶かしてなくしていきたいんですけど、体の中にこう不具合があった、どっかこう痛いとか、凝ってるなとか気になるところがあった場合は、そっちに意識が持っていかれて集中できなくなってしまうので、体の不安を取るために、心地よい状態にするためにポーズというものを取ってきます。で、一つ一つのポーズ、シャバーサナも、瞑想ではないんですけど、まあ、そういった、状態のものと考えていて、例えば、他のポーズ、ダウンドッグを取った時もダウンドッグがきれいに取れるかじゃなくて、大事なのはダウンドッグをする、前よりもダウンドッグをした後の方が、シャバーサナが楽になる。で、コブラのポーズを取った後の方が、取る前よりも、シャバーサナが楽になるようにっていうのが、大切になってきます。特にコブラのポーズとか、ね、コークスケ、反るような動きをした後は腰が反って、それこそ反り腰になってしまって、シャバーサナがむしろ居心地が悪くなるっていう、こともあり得るので、必ずは一個一個のポーズを取った後でも、もうシークエンスとしてじゃなくて、一個一個のポーズの後、一つ一つがシャバーサナと結びついているかっていうのを、練習の中では確認をしてみてください。引き続き、ちょっとシャバーサナについてお話しすると、まあ、この辺が長くなってしまうので、概要欄に目次をつけているので、方法に行きたい人はすぐそこに飛んでください。で、シャバーサナっていうのは、まあ、日本語にすると屍のポーズ、もうそのまま、死を象徴しています。で、死は 何かっていうと、インドでは輪廻転生の、まあ、考え方があって、死 と、再生は、つながるものになっています。死ぬことによって、それは、それまでのものが溶けてなくなって、それを吸収した上で新しい生ですね、再生からこう向かっていくということになるので、区切りのものでもあるんですよ。例えばレッスンを受けた後だったら、レッスンを受けて、シャバーサナをすることによって、スタジオでこう起こったことを吸収して、でそれをスタジオの中とは違う実生活に向かってこうそれを持って進んでいくっていうための区切りのものになるので、ヨガの練習が終わった時、シャバーサナが居心地が悪いと、その居心地の悪さを持って実生活に戻っていくということになってしまうので、もちろんうまくできなくてもそこは気にしなくていいんですけど、そのくらいシャバーサナは大事な意味を持つものになってきます。で、シャバーサナの場合は唯一、完全しか、完全に緩み切ったポーズですね。他は、いくらリラックスポーズといっても、体の流れとか力の流れは意識するんですけど、シャバーサナだけは唯一はもう全部の力を抜いて、本当にそれこそマットに沈み込むようにして、ただの観察のみを、するポーズとなっています。で、これは僕の拡大解釈ですけど、シャバーサナっていうのは、夜1日の終わりのこう睡眠と非常によく似ています。なので、1日こう終わった後のこう睡眠の質を良くするっていうことは、次の、1日の活力につながるスタートになるものでもあるので、ヨガなんかをすることでシャバーサナが上手に取れるようになってくると、1日の疲れを自分でセルフケアをして睡眠をいい睡眠をとって次の日につながるということとも、うまくリンクするかなと思うので、シャバーサナの練習というのは何もしたいから、楽なポーズもある、一番簡単なポーズだけど一番難しいと言われているゆえはその辺にあるかなと思っております。それでは、実際技術的なことについて、お伝えしていきます。先ほどのこう緩んだ感覚をつかむということからお話ししているので、一番こう簡単なのは、そのポーズの前後で、腰が緩んだ感じがするかということを確認するような、練習をすればいいかなと思っております。まあ、実際よくやっている、ものの一つでこういう、ポーズがあります。こうしてこう背伸びをします。
で最初にこう左足で今だったら立ててる足の方でこうグッとこう腹筋に力を入れてこういう動きをします。ちょっとこう丸まるような動き極端にやってますけど、まあ、両足を伸ばしてるのはごめんなさい、両膝を曲げてるのはこういう動きです。極端にやるとこういう動きで、足と浮かなくてもいいけどこういう極端にやるとこういう動きですよね。この動きを息を吸いながらやってください。息を吸ってこうつけます。こうつけながらさらに手は背伸び、かかとを遠くに押し出してください。少しこうお尻の上半分から腰にかけてを丸めながらマットに押し付けます。それをしながらぐーっと背伸びします。息を吸いながらぐーっと下に押しながら、上下に伸びて吐いて楽にします。もう一回息を吸ってぐーっと伸びます。吐いて楽にします。でこれを、まあ、最初は、5回繰り返してみてください。吐いて、吐いてっていう、まあ、やった後でシャバーサナ入った時に今伸ばした方、右の腰が左と比べてペタンと落ちる感じになっていれば、うまくいってます。これを両方やっていると、ポーズ、動きをした後に、緩んでシャバーサナが入りやすいっていう、感覚そのものが手に入るかなと思います。で次は、今のが、あまり実感できなかったときに、それのための、準備ポーズ、についてお話ししていきます。壁を使ってください。壁がなければ、手でこう、なんかベルトとかタオルで使えるんだけど、できれば、壁を使った方がやりやすいです。それでは、壁を使った、腰を緩める、まあ、それが改善なんかにつながる、ポーズについてお話ししていきます。前のポーズの応用で、こういう形を取ります。こういう形を取って息を吸った時に壁をして、ここの腰の上仙骨のこうあたりを膨らませるようにしてください。息を吸って膨らませます。吐いた時には楽に力を抜いて大丈夫です。息を吸って膨らませます。吐いて楽にします。吸って膨らませます。吐いて楽にします。で、これに、ビローマという方法を付け加えます。ビローマは、呼吸を深くするための方法なんですけど、これを応用してどういうやり方かというと、吸って吐くのではなくて、吸って止めて吸って止めて吸って吐くということをします。さっきまでは息を吸って膨らまして吐いて緩めてたんですけど、息を吸って膨らませます。一旦止めます。吐かずにそのままもう一回膨らませます。吐かずに止めます。で、もう一回息を吸って膨らまして、3回吸って、一息で吐きます。そうすると、1回目だと膨らまなかった部分が止まったところからもう一回力を入れるので、固まっていったところなんかを動かしやすくするためのテクニックでもあります。これは呼吸が浅い人に関しては、腰じゃなくて、肋骨、を膨らませるようにすると同じように使えるので、まあ、ちなみに呼吸の、浅い人なんかは意識してみてください。息を吸って膨らまします。吐いて楽に、吸って膨らまして、吐いて、吸って、吐いてっていうふうにしていくと、これなんかはかなり仰向けになったときに、緩んでるのを感じられるかなと思います。でもしこの方法なんかでもまたちょっと難しいっていう場合は、少し直接感覚を入れた方がいいので、その時はぜひ来れる環境であれば、パーソナルレッスンで実際やると誘導できるので、お越しいただければ嬉しいです。で、また、反り腰に関しては、他の、前に、撮った動画もあるので、そちらも参考にしてみてください。で、今の、このお尻の上とか腰あたりを膨らませるっていう感覚が分かってくると、結構いろいろな、ポーズの感覚が変わってきて、すごい、まあ、なんとなくなんですけど、前屈をしたとき、こう、パシモッタナーサナ、なんか長座前屈をしたときも、倒れたところから息を吸って、ここを膨らまそうとします。で、膨らまそうとしてって何をしてるかというと、実は引き込みをしています。膨らませることによって、こっちを引き込んで、こっちをこう、動かしやすい状態にして、
で吐いた時に沈んでいきます。でここからもう一回引き込んで吐いて引き込んで吐いてってすると、強引にこう伸ばすんじゃなくてこう股関節がちゃんとこう動く状態っていうのを作っていけるので、これを、いろんなポーズをやってる時に結構吸って吐いてのこうリズムに合わせて股関節の引き込みっていうのがこう甘くなっていってしまうので、一個一個のポーズの時に例えばひねった三角のポーズなんかでもこう行く過程でこうここの動きが止まってこう上だけひねっちゃうことにもなってくるんで、しっかりと息を吸うときにこう膨らまして吐きながら少しずつ吸って膨らまして吐いて吸って膨らまして吐いてって動かしていくと股関節の動きが止まらずにもちろん個人の硬さはあるんだけど動き続けるってことが分かってくるので、この辺を試してみてください。これはコブラのポーズも同じです。特にこう反ったときに腰でガキッと止まっちゃう人は息を吸った時にキュッとこうお尻を膨らませるようにして吐きながら動かします。で止まったところから息を吸ってキュッとこうお尻を膨らまして吐いて動かしてキュッと動く、お尻を膨らまして吐いて動かすと腰が支点になってしまった部分が、ちゃんとこう股関節が支点っていう感じで切り替わってくるので、それによって、腰の負担は減る、股関節がしっかり動く、連動した筋肉が、使われる、で使うことによってこう緩めやすくなるということでシャバーサナにもつながっていきます。で緩められるっていうことは、疲れてるっていうことです。逆に緩まない部分っていうのは、硬いとか力が入ってるわけじゃなくて、むしろ適切に力が入れられないと考えた方が、練習 のヒントとかこうできてないことが動き出すきっかけにはなりやすいので、その辺は今日の、内容からヒントとして捉えていただければ嬉しいです。それでは皆さんの練習が心地よく力強いことになりますように。また次回のレッスンでお会いしましょう。